はい、中年オタッキーです。今日はちょっと予定を大きく変更しまして、最近ね、ちょっとフィルムカメラがね、流行ってきてるっていうことなんですけど、特にね、若い人にね、フィルムカメラが流行ってきてるということで、今回の動画は、僕なりの切り口でね、どんなカメラをやったらいいかなとか、そういう話をしていきたいと思います。僕なりの切り口なんでね、ちょっと偏った意見もあるかもしれませんが、参考程度に見ていただけたらと思います。それでは動画スタートしてまいります。はい、最近フィルムカメラがね、流行ってきてる、若い人たちがね、フィルムカメラを始めてるということで、私のね、動画のね、視聴者層にも実は出ておりまして、昔はね、20代、30代中盤ぐらいまでのね、視聴者数はほぼゼロだったんですけど、今ね、18歳から24歳、24歳から34歳っていう年齢層が、合計で 7% まで伸びてきてます。すごく伸びてきてます。始める理由っていうのが、イニシャルコストが安い、要はカメラ代が安いってことなんですけど、もう皆さんご存知のようにもうね、スマートフォンでね、写真は撮れるんで、カメラ別段いらないと言えばいらないんですね。で、じゃあなぜカメラで撮りたがるのかって言って、やっぱ撮ってて楽しい。カメラを操作するのが楽しいという、とか、いろいろ、他にもいろいろ理由はあると思うんですけど、で、フィルムカメラを、始めるということでね、いろんなね、意見あると思います。で、いろんな人がいますから、どんな風なね、撮り方をしたいかとか、どんな写真を撮りたいか、ケースバイケースになってくると思うんですね。まずね、デジタル一眼、デジタル一眼をもうすでにやってるような人、デジタル一眼をすでにやってるような人はね、安くやろうと思ったら、ミノルタのね、AF カメラとかね、例えばこれ、α303SI って言うんですけど、今これ、ミノルタの AF3570 のズームレンズがついてますけど、これね、レンズ500円、本体300円でした。だからこう800円ですね。電池がちょっと高いんですけど、電池が700円ぐらいしますから、電池と本体レンズが同じぐらいの値段なんですけどね。これでね、結構ね、ジャンクコーナーに結構このカメラ置いてあります。このレンズもたくさん置いてありますけど、非常にコストが安いんでね、おすすめはおすすめなんですよね。で、こういうカメラで撮ると、オートフォーカスで、自動露出もあって、失敗が少なくて本格的な写真撮れるっていうことなんでしょうけども、もうデジタル一眼をやってるような人はね、できれば、ちょっとマニアック系行った方が楽しめると思います。例えば、これですね。これペンタックスの SP です。これ SP でスポットマチックって言うんですけど、これもう露出系が当てにならないような機体が多い、カメラで、マニュアルフォーカスで、もちろん自動絞り、自動露出なんてものはありません。巻き上げも手動です。巻き上げも手動で、ピントも手動、全部手動で撮るんですね。で、これなんでこのカメラが本格的な人におすすめかっていう。このカメラだけじゃないんですけどもね、キャノンの FTB とか、ニコマートの FTN とか FT とか、ニコンの FM、ニュー FM2 とかもいいですし、ミノルタの SRT101 とかもいいんですけどね、ミノルタの SRT101 は今乗っかってるかな。どこ行ったな。よいしょ。これか。これミノルタの SRT101 ですね。もうこの辺はね、もう自動露出も何もない、マニュアルカメラなんですけども、これ、もちろんね、失敗があります。失敗があるんですけど、失敗をしないようになるっていうか、撮っててうまく撮れるようになっていく楽しみがね、このマニュアルカメラには非常にありますし、何よりね、撮影するのがものすごく楽しいです。操作が楽しいんですね。自動じゃないんで、手動なんでね。スポーツカーに乗る人はよくわかると思うんですけど、スポーツカーってマニュアル車乗りますよね。クラッチもついてて、
ね、3ペダルでね。で、あの、ギアを変えなきゃいけないっていう。結局ね、操作が楽しいんですね。カメラも操作が楽しい。まあ言うたらカメラに結構どっぷりハマってる人はね、マニュアルカメラがいいと思います。で、その次にね、おすすめしていけるのが、まあ、この辺ですね。これ例えば、これ、ヤシカエレクトロ 35GS っていうカメラですけど、まあ、他にもね、先週紹介した、ペトリのコンピューター35とか、今積んでるかな、キヤノネット。よいしょ。よいしょ。これはね、キヤノネットの、これキヤノネットの QL17G3 っていうんですけど、まあ、こういうカメラもね、操作するという、ちょっといい、AE ですね。AE が入ってきますけど、操作するという面では十分面白いです。はい、上級者の方はね、この辺がね、おすすめになってきますね。で、まあ、そこまで行ってない人、そこまで行ってない人で、たくさん撮りたいっていう人はね、このペンシリーズがおすすめですね。オリンパス、これ、オリンパスペン、これ D なんですけど、このペン D は、フルマニュアルカメラでピントも目測で合わせなければいけません。結構マニアックですけど、ペン EE っていうのがありますね。ペン EE はピント合わせもしなくていいし、露出も自動っていうので、たくさん撮れるっていうね、おすすめのカメラになってきますね。で、まだ初心者、スマホしか使ったことがない。そういう人たちにはね、どういうカメラがおすすめかというと、まあ、これ便利です。ペン EE ももちろんおすすめできますし、今度紹介しようとしている、ちょっと高くなりますけど、これコニカレコーダー、こういうのもいいですし、あとね、超おすすめなのがね、キャノンオートボーイシリーズ、オートボーイシリーズとか、なんだっけ、ジャスピンコニカですね。コニカ、C35AF っていうモデルがあるんですけども、ピントが自動で合わせれるやつ。あとはね、こういう、これはね、ミノルタのね、FS35-2 っていうちょっとね、安っぽいカメラになるんですけど、これ絞りもシャッタースピードもずっと固定っていうカメラになるんですけど、こういうね、まあ、昔で言うとこの、今はもう言っちゃいけないんだろうけど、もう言っちゃいますけど、バカチョンって言われてたやつ。誰でも撮れるよっていうね、カメラ。この辺がおすすめになってきます。失敗がないんですね。全部自動で合わせてくれるんで、特に全部光まで、フラッシュまで全部自動で焚くようなモデルもないことはないんですけど、まあ、オートボーイとか、ジャスピンコニカとかは光が足りなくなったらランプがつきます。ランプがついたらフラッシュを焚いてねっていうことなんですけどね。まあ、この FS35-2 もそうなんですけども、この手のね、プラカメでね、パシパシ撮るのが結構ね、いい絵が撮れるんですね。特にオートボーイとかね、ジャスピンコニカとかすごいいい絵が撮れますし、で、何より安いです。オートボーイ2とかだったらね、もうね、普通に1000円ぐらいで売ってます。もう500円のとこも結構ありますね。で、電池もね、単三電池で良かったりとか、単四電池で良かったりとかね、安く上がるんで、全くね、カメラを扱ったことがない人はね、こういうね、プラスチックのコンパクト系がおすすめになってきます。今日の動画はね、こんな感じなんですけど、フィルムカメラをね、わざわざ今からフィルムカメラを始めることに、何かね、その、なんていうんですか、理由がいるのかっていう、理由があるのかっていうことなんですけど、多分ね、みんなそんなこと考えずにフィルムカメラ行ってると思うんですけど、フィルムカメラってね、結局ね、特にカラーネガで撮ったらね、プリントしないと見れないんですよね、ほぼ。だから結構プリントするんですよね。で、プリントすると紙になって残りますから、例えばね、スマホが壊れたとかね、水没させたとか、そういう時でもね、写真が残るんですね。で、僕はね、その確実に写真を残したかったら、やっぱ紙にして残さないとダメだと思ってますんで、今若い人がフィルムカメラをね、始めるのは非常に有意義なことだと思ってます。はい、このブームね、長く続けばいいと思ってるんですけど、まあなかなかそうもいかないでしょうけどね、ブームって一過性のものがありますんでね。はい、今日のね、まあ今日うんちくの動画になりますけど、うんちくの動画、この辺になると思います。こっから先はね、視聴者様の写真の紹介になってまいります。
はい、ここからはね、視聴者様の写真の、作品の紹介になってまいります。ちょっとね、今昼でね、今日非常に日差しが強いんで、ちょっとエンジンかけました。もう暑くてたまんないんで、エンジンの音吐いてしまいますけど申し訳ない。まずね、ジェームス親父さんからの投稿です。タイトルがね、休館巡りということでね、カメラペンタックスの SP、このカメラですね、このカメラですね。レンズがね、スーパータクマ 28mm の F3.5、 ちょっとフィルムは書いてないですけど、これトライ X ぐらいかな、この調子どうだろう、ちょっとわかんないな、ちょっとわかんないな、アクロスかな、ちょっとわかんない。これ旧館っていうか明治時代ぐらいのこれ建物ですかね、あの雰囲気のあるね写真をね、あの晴天下のもとね撮られております。モノクロにね、構造物を撮るっていうのはね非常におすすめなんでね、いい感じで撮れてると思います。はい、ジェームス・オエイさんありがとうございました。初投稿だったということでね、また今後も投稿をよろしくお願いします。次にね、ミッシェルさん、いつもお世話になっております。ミッシェルさん2枚。1枚目がね、チャイナタウンリフレクションってね、カメラはペンタックス K5-2S、FA31mm、F1.8 リミテッド。2枚目がね、これなんて読むのかな、何島っていうのかな、これ。これ、ウグイスだよね。ウグイス島、ウグイス島、わかんない。の収穫。富士業務用100ペン EE2、オリンパスペン EE2 で撮られております。これ2枚ともね、なんか映画のね、ワンシーンみたいな、特にね、これ1枚目もこれ狙いすましたようなね、雨の日のね、繁華街、中華街ですね。これもう素晴らしい写真になってますね。もう狙い通りです。ミッシェルさん、素晴らしいです。ほんでミッシェルさんなんですけど、またね、ミッシェルさんからね、レンズをちょっと2本送っていただきました。本当にありがとうございます。助かります。1本がね、この 28AF ニッコール、2885F3.5 から4.5、ちょっとねカビてるんですけど、このレンズねなんか分解が容易ということでね、分解に挑戦してみようと思います。でもう一本はね、これ結構有名なレンズですよね、AI ニッコールのね4386、ズームニッコールの4386、これ AI のレンズなんですけど、4386ね、オートニッコールはねそんなに評判良くないみたいですけど、この AI になってからのレンズはね非常に評判がいいということでね、ちょっと期待して、早速もね F90X にね取り付けて、ちょっとだけまでさっき撮ったんですけどもね、早速使わせてもらってます。本当にねいつもありがとうございます。助かってます。ミッシェルさんありがとうございました。次がこちらも初投稿ですね、ナゴムさんです。カメラがねペンタックス K2 使用レンズ、ペンタコンオート 29mm F2.8 マルチコーティング、使用フィルムが、富士業務用100期限切れということでね、ナゴムさんね18歳学生ということで、ね、もう早速ね今回のね動画の趣旨、出てきてます。若い人ですよね。で若い人がねフィルムカメラ、しかもね期限切れフィルムっていうマニアックな、撮り方はしてますけどね、逆光でねこれね、これなんだっけ、この木なんだっけわかんないこれ縦写真になりますんでね、縦で見てください。逆光でね印象深くね撮っておりますね。ペンタックスのねレンズで、樹木とかね、ネイチャーフォト撮るのはねペンタックスのレンズ非常に向いてますんでね、狙い通りの写真になっていると思います。ナゴムさんありがとうございますね。またね投稿してくださいね。別にデジタルでも構いませんし、ぶっちゃけね自信があったらスマホの写真でもいいんで、今日のね投稿写真、3名ということでね、先週紹介しきれなかった分を、紹介してます。で今他にもね7名の方がエントリーしておりますけど、また次の動画でね、次はこのねコニカレコーダーのね紹介の、動画になっていくと思うんですけど、紹介いたします。で、写真のね作品の投稿まだまだ募集しております。バラ写真は一度に2枚まで、組写真は、3枚組1セットだけです。
ですね。で、できれば、タイトルを、つけてくださいね。各写真にタイトルをつけていただくことを望みます。組写真はね、以前からも言っているように、なんかストーリーを感じられるものを望みますんでね。で、写真にはね、できれば詳しい撮影データ、使用したカメラ、レンズ、フィルムカメラであればフィルム、デジタルカメラであればね、撮影モードとかね、まあ、軽加工するなら加工の具合とかも、書いていただければと思います。みんなでね写真をシェアして、みんなでねレベルアップしていこうという、そういう考え方で言いますんでね。今日の動画はこんな感じになります。ちょっとねなんか短い動画の方がね好感度が高いっていうね話をちらっと聞きましたので、ちょっと今日短い動画にさせていただきます。すいません。じゃあ次の動画はね、またコニカレコーダーの紹介、結構いい感じで撮りました。ハーフなんですけどね、撮れてますんで、また期待していてください。今週中に多分アップすると思います。はい、それではねこの辺にねまたチャンネル登録のねボタン出てきますんで、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。でリンクもね出てきますんでね、暇な方はお付き合いください。今日は最後まで、動画見ていただきありがとうございました。また次の動画お待ちください。それではまた、ごきげんよう、さよなら。